ギボ先生2。キジモナガチョンチョンガチョン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 キジモナガチョンチョン。ギボ先生ご覧の皆さん、ハイサイ。ギボ先生ご覧の皆様、ハイサイということでね、今週はですね、沖縄の妖怪妖精知る人ぞ知るキジムナーを深掘りしたいと思います。ギボ先生、そもそもキジムナーご存知ですか？カッパとか座敷わらしとかいろんなその、日本中、日本だけじゃなくて世界にね、そのこの、妖怪とか妖精とかお化け、いると思いますけど、沖縄にも沖縄独自の独特なその妖怪がいます。たくさんいるんですけど、やっぱその中で一番こうメジャーな、有名なやつがこのキジムナーでございます。もう歌にもなるくらいですね、メジャーでございます。今の曲はチョンチョンキジムナーという沖縄の民謡で、キジムナーのことをいろいろこう歌っている、曲ですね。そんなキジムナー、今日もね、深掘りしていきたいと思いますけど、はじめまして、キジムナーのこと知らない方、キジムナーとは何ぞやという方もいるかもしれませんので、いろいろね、今日調べてきましたんで、ギボ先生と一緒にキジムナーを勉強しましょう。楽しい。さあ、キジムナーは沖縄諸島周辺で伝承されてきた伝説上の妖怪妖精、ガジマルの木、ガジマルというね、木に宿ると言われている妖怪妖精精霊でございます。キジムナーという名前以外にも、そのブナガヤといったり、いろんなこう聖マグ、道端、地域によって呼び方はちょっと違ったりするそうです。一番メジャーな呼び方がこのキジムナという呼び方になります。さあ、特徴なんですけども、体中が真っ赤、真っ赤な子供、あるいは 赤髪の子供、赤い顔をした子供の姿であると言われることが多いですね。土地によってこの真っ黒いという説もあるみたいですね。そして、大きな睾丸の持ち主という説もあるそうです。睾丸、いいですね。睾丸の話出ましたけども、性別は、男女の性別があるというね、説があるそうです。大人になって結婚もする、子供を産んで家族連れで現れたりもするそうです。面白いですね。あるいは人間の上に、こう嫁ぐこともあるそうです。すごい嫁ぐ。好物、好きなもの、魚の目が好きで、キジムナーと仲良くなれば魚をいつでももらえ、金持ちになれるという説があります。また、グル君の、頭が好物ですね。グル君、沖縄の県魚ですね。グル君というの方言の言い方なんですけども、高砂のことですね、和名では。グル君が大好き。海に潜って漁をするのが得意であるという、説があります。水面を駆け回ることができ、人を連れながらでも、水上に立てる。なるほど。素晴らしい。人間の船に同乗して共同で漁を行うと伝えられ、他にも作業の手伝いをしてご褒美にその魚をいただく。なるほどね、いいですね。人間とはこのご近所的な存在であるといった伝承が多い。そうですね。なんかその妖怪というと、なんかその怖いとか、なんかその悪いことしちゃダメよみたいな感じで、その使われることが多いんですけど、沖縄のキジムナーもね、もちろん今からちょっと怖い部分も紹介していくんですけど、比較的なんかこのもう、沖縄ではですね、結構マスコットキャラというか、ゆるキャラというか、結構もう愛らしいキャラクターっていう感じで、もう使われてることが多いですね。愛されてるという。結構その人間と仲のいい関係の、存在でございます。さあ、その怖さも紹介していきましょう。人間と敵対することはほとんどないが、住処のガジュマルを切ったり、燃やしたりすると復讐されるそうですね。妖怪ですから怖いですよね、その辺はね。やったらやり返す。倍返しだ。という感じですけども、家畜を全滅させたり、海で船を沈めて溺死させるという、説があります。怖いですね。東北地方の座敷わらしにも近いという伝承があり、キジムナーに気に入られた家は栄えて、逆にキジムナーにこう嫌われた家はこう貧乏になっていくというね、話なんかもあります。さあ、キジムナーが苦手なものもあるみたいですね。キジムナーが苦手なもの。タコ、鶏、熱い土鍋、そしておなら。屁を嫌うので、キジムナーと縁を切るには、これらのものを使うか、
キジムナの宿っている木を焼いたり、釘を打ち込んだりするといいという、そうですね、まあおならを嫌うというのが今出ましたけども、その、歌の歌詞でも、へいやフィンナよウッチャンギラリンと私が遠くに連れてってあげるけども、そのおんぶしてる、時におならはしないでくださいよという歌詞ですね、この辺もね、おならが嫌いという部分が歌詞にも出ております。おならをするともう海に捨てちゃうよっていう歌詞ですね。まあ、なかなかそれも怖い話なんですけどね。はい、発祥の地もありますね。沖縄県の、大宜味村喜如嘉が、伝承発祥の地と言われております。喜如嘉では、キジムナではなくブナガヤと呼ばれているそうです。まあ、喜如嘉、まあ、これまで実は喜如嘉ってやりましたよね。難しい地名の時に、あの沖縄の難読地名で出てきた喜如嘉、まあ、長寿の里としても有名ですけど、キジムナの発祥の地としても有名な場所でございます。喜如嘉をぜひね、本当に行ってみてください。芭蕉布のね、発祥の地でもありますからね。いろんなこう楽しみがありますね。沖縄の北部。キジムナを呼び寄せる方法。最後にこれを紹介しましょう。夜中に口笛を吹いたり、体調が悪い時にはキジムナに、遭遇する確率が高いと言われているそうです。体調が悪い。体調が悪い時になんか、見に行くのもなんかちょっと、ね、大変ですけど。ちょんちょんキジムナーの、まあ、そのオープニングちょこっとだけ歌いましたが、この曲結構面白い。で、歌詞今ね、話をしたやつと結構リンクもしますので、ぜひそれを踏まえて、ちょんちょんキジムナー、曲だけの動画も、アップしてますんで、よかったらね、その動画もチェックしてみてください。さあ、今日キジムナー沖縄の妖怪妖精についていろいろね、深掘りしてみましたけども、まあ、その、沖縄の人はね、まあ、みんな知ってるんですけど、県外の方たちはね、やっぱり、キジムナーって何ですか、この曲なんですかっていう感じで、もうライブの時にも実は聞かれたりもします。いろいろね、その説はありますけども、今大体話した感じですね。で、その心の綺麗な人は見えますよとか、心が汚れてると見えないですよとか、悪さをされますよみたいな話も聞いたりしますね。ぜひあなたも沖縄に来たら、キジムナに会いに行ってみてください。きっと見えるでしょう。心が綺麗であればね。また来週。